ほな始めましょうか。いつもどうもお疲れ様です。で、私からは野党国対委員長の、連絡会会談の報告についてまずしたいと思います。一つは今衆参含めてですね、国会は延長されたもとで、私たちにしてみますとね、働かせ方大改革の法律と、それからご承知のカジノ賭博の法案と、そして参議院の自民党ご都合主義の内容をこう通そうとしているというもとでですね、力を合わせてこれらの反対のために努力をしようということを確認したと。もう一つは昨日衆議院では野党全体として偽証の問題について一致をし、で告発をするということも含めた予算委員会における話し合いをきちっと行ってですね、議論をしようじゃないかということを提案させていただいたところです。したがっていろんな意見はあろうともですね、今一番大事なのは予算委員会の理事懇を開いてこれらをどうするか、そしてまた私たちとしては当然共産党としてはですね、佐川氏の再刊問、またこの間問題になっている加計高太郎氏の承認刊問、そして集中審議、こういった議論をしっかりしてですね、そう結論を出していくということが必要だと考えています。でそういう点での理事予算衆議院予算委員会の理事懇談会を開くべしということをきちんと自民党にも申し入れるじゃないかということを確認をしたと、この2点を確認したということであります。何かありましたらこれも含めて。すみません、はい、東京新聞の山口です。今日憲法審の幹事懇ありますが、その対応について何か感じられましたか。憲法審の対応ですね。でこれは先週の憲法審査会幹事懇の前に野党の国対委員長会談をしまして、で少なくともですね、会期延長という土俵を伸ばすというやり方について、まあ、おかしいということと合わせてですね、その際に少なくともこの問題についていろいろ議論する前提としてですよ、少なくとも承認喚問を要求する、集中審議を要求すると、こういうことについて申し入れているにもかかわらず何の回答もないということでは、それは極めて不十分であると。したがって、この開会について我々としては反対だということで一致して臨むと、そういう状況については何ら変化してないということを確認したということです。関連ですけれども、そうしますと、与党の方が法案を出した場合への対応というのはどういうことになりますか。まずすぐね、その与党が出した場合と言わはんねんけども、その出すのか出すのか出さないのかも分からんじゃないですか。でね、私たちはすでに日本共産党としてはですね、こういう問題について、まず、その公職選挙法と横並びでやるというやり方は間違っていると。でしかもこれは憲法改悪についての一里塚であるということからして、よろしくないということを言っているわけですね。でその意味ではこの与党の側ですね、まあ、こういった形で強行してくるということは許されないという立場を今後も貫いていきたいと思っています。東京新聞の山口ですが、今日の幹事懇への対応は出席されてそういったことを反対される。いや、出席しないんじゃないですか。だからそういう応じる状況にないと、条件いろ、まあ、いろんな、ね、話し合いをして、少なくともこの会期延長という問題が一つの大きな、まあ、転換ですよね。それについて、もともとですね、会期内に処理すべきであるということを言ってきて、
でしかも最後までそういうことを言わずにやってきてですよ。でまあ延長すると、でしたがってそれだったらね、もともと承認喚問について要求しているわけだから、きちんと予算の集中を含めてやるべきだという提案をしているわけですから、その何らの回答がないもとでですよ、自分たちの都合のいい話だけこうやらせてくれみたいな話は通用せえへんでしょう。ましてそういう意味で言いますとね、憲法改悪の一律化をこう一歩一歩ね気づこうなどというのはまさしくまあ論外だという立場で私たちは望んでいますし、全体としてでもそういう形でですね、何の合意もなしに、とりわけ憲法審査会というところでね勝手にやるということは許されないという立場でみんなとしては望むということだと思います。はい、今日午後党首討論ありますが、市民とツイッターで、まあ、盛りかけみたいな気がするんですが、はい、期待する分の今日があれば、今回の QT について、まあ、うちの市委員長はですね、盛りかけ疑惑について、まあ、追及するということになっています。で、まあ、見ますとですね、他党の方もそういうことで、岡田さんも盛りかけと安倍さんの政治責任をやるようですし、まあ今日の段階でですね、国家基本政策委員会の最大の問題、つまり国の政治の政策の大元にこの問題解決なしには前へ行かないという問題について大前提であるという立場からこの問題を追及すると。でやはり首相の関与、こういったものが客観的にですねはっきりしてるっていう問題で、前回も私ども市委員長がやりましたけども、その結局のところ、まあ、総理が客観的にですね5つの点を挙げて指摘をしてですね、まさに首相がすべての、まあ、総理嘘の出発点になっているということを明らかにしたわけですけども、そういう点をさらに突っ込むという形でやるんじゃないかと考えています。と聞いています。うんって言ってんと、なんかある。じゃあ考えをまとまらんうちに。あ、すみません。はい、はい、ハウス違い、そう、下っつハウス違いますけれども、参議院で加藤さんの問責が出てですね。はい、まあ、これから働き方改革、与党は今週中にも成立させたいとしていますけれども。これはその、まあ、衆参一体としてですが、どういう形で党として臨んでいきたいと思うんでしょうか。はい、今ありましたのは参議院における加藤厚労大臣に対する問責決議、これを提出したこととその今後どうするかということですね、はい、で私はねまずね今回の加藤厚労大臣の問政決議、我が党の山添議員も賛成討論を行いましたけれども、やはり今回のこの大臣の責任といいますかね、そこの点をねはっきりさせる必要があるというふうに私は考えます。でその点では問政決議自身に私たちが賛成する理由を三つばかし述べていまして、一つはその24時間働かせ放題のコープロ制度を創設する法律案を通そうとしているからだということとですね、それと合わせてですね、結局のところ残業時間の上限規制を、まあ、撤廃すると、そういうことで骨抜きにしようとしているということ、合わせて、今回の法案がですね捏造と隠蔽の疑惑にまみれ審議の前提が崩れている、そういったことを主導してきたと。ですからこの問題の点がですねより深めることが
議論として必要だというふうに考えていますね。だからまあ、与党の側は質問をこれで打ち切ろうとしているわけですけれども、結局のところ内容的に言いますと、ね、今言った3つの問題が一層こう浮き彫りになってきている中で、採決という状態じゃないと、とりわけ一定 の, この、まあ、データの問題を一つのきっかけとしてですね、労働者のニーズ論ということを突然、まあ、与党、まあ、厚労大臣は出してきて、まあ、それが崩れるとですね、また違う論理をやるという、まあ、そういうやり方をしているわけですからね、いわばこの法案全体がですね、まともな議論が結局不十分だということに尽きると思うんですね。したがって私たちとしてはそれを今後も一緒の全力を挙げて、早いに送ってまだ議論が必要だということで戦いたいと。合わせて今大事なのは単にこの働かせ方大改革の問題だけじゃなくって、カジノいわゆる賭博博打法案をこう強行しようとしていると、それから参議院の没後審議による自民党による自民党のための、まあ、制度改革をしようとしている、この3つをどうしてこうみんなでこう阻止するかというところに今頭を使っているということだと思うんですね。でしかもそれらがご承知の通り、総理大臣が11日からでしたっけ、18日までいなくなるというようなことも含めてね、本来総理大臣が責任を持って答弁しなくちゃならん問題が多々あるわけでね、そういった点をしっかり踏まえて可能な手立てを使って全力を挙げてこれ廃案に追い込むために共同してですね取り組みたいというのが今の我々の考えです。はい、まあね、諸党の中で国民さんなんかその議論の考えを示したいとか、あと、一応討論、NHK の一応討論なんかは、考えを示したいというふうに発言する党なんかもあったと思うんですけども、共産党の対話を近日中に出すとかそういったお考えはあるんでしょうか。これはねちょっと落ち着いて考える必要あると思うんですよ。もともとの出発点は何だったのかと、ね、でそれをその一票の格差から始まってですよ、で参議院の前回の選挙前に議論したことも含めて抜本改革が必要だという議論をして、みんなそういうことでやったわけじゃないですか。それで出てきた内容の経過からしますとね、2つ目の経過っていうのは、まあ、いいか悪いか別としてですね、当時おられた西岡議長がですねブロック制の提案をはじめとして、定数は減らさないということを含めた一つの試案を出されたと。でそのことを通じてみんなで議論をしてみんなで出そうといった経過があって、で今回はそれらの経過やその抜本改革というものを何ら踏まえずにご都合主義で出してきてると、そういうものに対してそれに対する対案ではなくって抜本策が必要だっていう立て方なんですよ。だからことしているやり方に対してですね大きく構えてですね、参議院選挙制度っていうのは本当にどうするのかっていうことについて議論を、しかも何て言うんですか、ちょこちょこっとですね議長が各会派を呼んで文句になったら法案出したらええやんかみたいな話でね、そういうこと自体が議会制民主主義の何たることと考えているかと、それからその前提となっている選挙制度の問題をこうも軽くねこう論じる人があったのかというふうに驚きを私は禁じ得ませんよ。ですから対案とかどうとかじゃなくて、こういった問題の扱いがしかも国会延長してやるなどということ自体がおよそふさわしくないと、議会制民主主義と議会というものを冒涜する以外の何者でもないということが私の見解です。よろしいですか。おぎに。